皆さんごきげんよう。雪うさぎ作ったよ。固めやすいようにわたわたを使ったよ。とにかく刺していくよ。形はニンニクのかけらを目指して、赤い目をつけるよ。1の目標をつけておくとやりやすいよ。完成。耳を作るよ。葉っぱの形に切るよ。大きさが決まったら縫い付けていくよ。ブローチピンを一緒に縫うよ。しっかり縫い付ければピンがグラグラしないよ。もう一つの耳をつけるよ。耳の裏で玉留めをするよ。耳の大きさを整えて、雪うさぎの完成。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。